大体今人気になってきたよ。まあ、結構入ってる。ここで竹馬っていう話が始まった。いいね。今ね、有名なアイスクリーム屋さんの前で、ちょっと絵を描きたいと思います。あ、でも集まってきた、集まってきた。綺麗なお姉さんたちが集まってきた。ファイヤーじゃ乾かない。アイスクリーム屋さんでアイス食べてたら絵を描いてと言われて目の前で急遽絵を描いてプレゼントしたでした。日本でアイス食べててさ、スプレーアートが始まることなんて多分人生でないないないということで楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオスミゴス。バイバイ。